不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田村行政措置の不動産デク、家賃値上げラッシュ、着地着火法の実務の注意点編ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということですね、今日の内容、実務でもですね、宅建試験でも非常に重要な内容になりますので、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。というのもですね、今日お話しする内容はズバリですね、家賃の値上げとですね、借地借法に関するお話なんでございます。これなんで家賃の値上げという話を今私はしているかというとですね、実は今結構都内を中心に賃貸物件ですね、アパートとかですね、マンションの家賃のですね、値上げラッシュは結構起きているのを皆さんご存知でしょうかということなんですね。これ私は現場レベルでそう感じてるんですけども、これですね、私はよくコラボの動画をですね、配信させていただいている楽町さんのですね、アンケート調査によると、家賃をですね、値上げしたっていうふうにですね、回答している人がアンケート調査によるとですね、全体の 26% いたみたいです。 74% は値上げしてないそうなんですけども、 26% もですね、値上げしたっていうふうに言ってですね、これ非常に私は多いと思います。というのもですね、ずっと私が不動産業界に入ってから家賃って下がり続けてるんですよ。上がった記憶は私はありません。ただここに来て結構ですね、更新時なんかに家賃もですね、大家さんの方から新借人に対して値上げを提案するっていうですね、ケースが増えているんです。で、家賃をですね、上げた物件の所在地をですね、見ると、これもですね、アンケート調査によると都市部がやっぱり多いんですね。東京都心部とかですね、1都3県が非常に多いそうです。 74% ぐらいですね、やっぱりそういったところが占めているそうです。まあこれは私もそうだと思います。なので全国的に家賃が上がっているというよりも、都市部ですね、特に東京都がやっぱり家賃のですね、値上げが始まっているんでございます。まあ、なんで家賃の値上げが始まっているかっていうところに関してほじっていくと時間かかっちゃうので、まあ端的に言うとですね、まあまず不動産価格が上がってるんです。で、不動産価格が上がってるとですね、家賃も上げられるんじゃないかみたいな感じで思う大家さんがまず多いんですね。まあ私はそういうもんじゃないというふうに個人的には思うんですけども、そういうふうに思う大家さんが多い。なので、家賃を上げたいっていうふうにですね、言ってくるということなんですね。ただこれ実態としてですね、皆さん給料上がりましたか？上がってませんよね。給料上がってないのに家賃だけ上がるっていうのはですね、私はですね、長くは続かないというふうに個人的には思っているんですけれども、まあ、物件価格が上がったからイコール家賃も上げられるっていうのはですね、結構安易な考えかなというふうに個人的には思います。ただですね、今日お話ししたいのはそこじゃないんです。今日お話ししたいのは、これですね、家賃の値上げラッシュに伴ってですね、トラブルが発生する恐れがあるんで、それに関してですね、こういうところに注意してくださいっていうお話をしたいと思うんです。ということで、ここでコメントをご紹介します。こちらです。動画配信ありがとうございます。とんでもございません。質問があります。一般的にアパートの契約更新だと合意更新で期間が定めて更新されると思いますが、もし契約更新の通知を無視して契約期間を過ぎてもそのまま住んでいた場合は期間の定めのない契約になるのでしょうか？ということでございます。いい質問ありがとうございます。この質問ですね、結構あるんです。コメント欄の方に。特に借地借家法の動画にですね、こういうご質問いただくケース多いんでございます。はい、これ皆さんわかりますでしょうか？宅建取った方わかりますか？はい。この方言いたいことわかりますかね？法定更新とか合意更新とか習ったの覚えてますでしょうか？まずですね、この問いに対してですね、回答するとズバリ違います。そうじゃないんです。ただそういうふうに思う気持ちはわかります。ここがですね、宅建の勉強と実務とのギャップなんです。まずですね、法定更新というものについて解説をしたいんですが、これはですね、期間終了時に特段のですね、更新手続きが行われなかった場合に、従前の契約と同一条件で更新されたものとみなされる。これがですね、法定更新なんでございます。これですね、教科書的にはこういうふうに説明されているので、今回のコメントがあったようにですね、だったら契約更新の時にですね、大家さんから送られてきた通知をですね、ずっと鹿として無視していれば法定更新になるんじゃないのっていうふうに思ったんだと思うんですけれども、実際はそういうふうにはなりません。というかですね、もうちょっと具体的に言うと、そういうふうにならないように賃貸借契約書が作られているんです。これですね、まず大前提としまして、よくですね、法定更新に関する内容をですね、ネットなんかで検索すると、法定更新と合意更新どっちがいいみたいなですね、ブログとか記事とかあったりするんですけども、そもそもですね、法定更新は賃貸人にとって不利なんです。大家さんにとって非常に不利です。法定更新というのは。なんでかというと、期間の定めのない契約になっちゃうからですね。これ期間の定めのない契約っていうのはですね、これ一言で言えば、賃貸人に不利で、賃借人に有利。そういう内容なんです。結局契約期間ですね、なくなっちゃうわけですから、もう更新という概念なくなってきちゃいますからね。だから大家さんとしてはもう更新料ももらえないし、別にいいこと何もないわけですよ。非常にですね、マイナスです。だから大家さん的な視点で言うと、法定更新には絶対にしちゃいけないんです。なので実務ではですね、この法定更新ということにならないように契約書が作られていることがほとんどなんです。法定更新というのはちょっと久しぶりに登場してもらいますけども、借地借家法様ですね、お久しぶりでございます。これですね、借地借家法という法律を具現化した存在でですね、おなじみなんですけども、借地借家法様でございます。お久しぶりでございます。
はい、これですね、法定更新というのはですね、基本的に賃借人を守るための最終手段として借地借家法様が備えているですね、チート技なんでございます。そうなんです、私が賃借人ですね、住んでる人を守るために作った必殺技、法定更新なんでございます。なのでですね、これ大家さんの視点からするとできるだけ法定更新とされると困るんです。これは不動産屋の観点からしてもそうなんですけども、なのでですね、法定更新というのは賃借人にとにかく有利な更新になってしまうので、それを知ってる大家さんとかプロのですね、宅建業者の立場からするとですね、法定更新が発動できないように前もって手を打っておくんですね、賃貸借契約書で。ごめんなさいね、そういう手を打っているんでございます。はい、そうなんです。具体的に言うとどうなってるかというと、自動更新でございます。さっきのですね、法定更新というものに対して期間終了時にですね、更新手続きを行うことにより契約を続けることを合意更新というんですけれども、これ通常はですね、従前の契約内容と同じ内容で更新する場合がほとんどなんです。これを合意更新なんですけれども、この合意更新をですね、全自動化しちゃうんですね。この合意更新を自動化するためにですね、当初のですね、賃貸借契約の際に自動更新についての定めをですね、契約書に入れていることがほとんどなんです。例えばですね、私が以前使っていた賃貸借契約書にはですね、こんな感じの条項が入っております。こちらです。契約期間満了の丸日前までに、甲乙いずれも書面による更新拒絶の意思表示がない場合、本契約は従前の契約と同一条件、同一期間で更新するものとし、以後も同様とする。ただし、甲乙が協議の上、改めて契約書を交わすことを妨げない。こんな感じの特約が入ってました。もしですね、今アパート賃貸借りていらっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひですね、契約書のですね、約款部分見てみてください。おそらくこれと類似することが書いてあると思います。要するにですね、何もしなければ同じ条件で自動更新だよっていうのがですね、あらかじめ契約書に書いてあることが多いんです。なので、更新通知を無視したところでですね、従前と同じ内容で更新になるだけでございます。ただですね、ここからですね、今日の本題なんですけども、注意してほしいのは更新時の家賃の値上げなんです。はい、ここでですね、家賃の値上げとですね、話はですね、ここで重なってくるんですね。これは最近ですね、都内で家賃の値上げラッシュが発生しているんですけども、ここにですね、法定更新の罠が潜んでいるんでございます。どういうことかというとですね、これ管理会社はですね、大家さんは要注意なんですけれども、これ仮にですね、更新の際に家賃をですね、例えば2000円上げたいとします。大家さんが2000円値上げしたいというふうに言ったとします。で、それをですね、賃借人に通知を出したところですね、今度の更新で家賃2000円値上がりしますっていうのをですね、通知したところ、これ入居者がですね、いや、そんな納得できないというふうに拒否したとします。というかですね、拒否してくる人の方が圧倒的に多いです。そうなったらですね、間に入っている管理会社とかが、こう、賃借人を説得したりとかですね、話し合いをしたりして、こう、折り合いをつけるしかないんですよね。例えば2000円あげたいって言ってるところをですね、じゃあ1000円だったら、じゃあ飲むよっていう話になって、じゃあもう折り合いつけて、じゃあ1000円の値上げで、そこで、落とし込みましょうっていう形でですね、合意更新になるっていう場合も結構あったりしますが、そういうふうにですね、話が最終的に折り合いつけばいいんですけども、これ一番危ないのが、話がまとまらないまま契約期間が過ぎてしまうとどうなると思いますでしょうか。これが非常に危ないんです。というかですね、そういう風になっちゃってる不動産屋さん結構あるんじゃないでしょうか。なっちゃうとどうなるかわかりますでしょうか。これですね、法定更新になってしまう可能性があります。これですね、契約更新に関する同意が契約終了までにですね、なされなかったわけですから、これまでの契約内容とですね、同一条件でですね、契約が更新されてしまうんでございます。そうなんです。法定更新されちゃうんです。こういう時にですね、発動するのはこの借地借家法様のチート技、法定更新なんでございます。そうなんです。賃借人を守りたいんで、こう家賃を上げたいって大家さんがですね、いたとして、それを拒否する賃借人がいたとすると、それを拒否する賃借人を守りたい。なので、法定更新が発動するんでございます。なので、2000円あげたいっていうふうに大家さんが言ってて、それを拒否しててですね、折り合いがつかないまま契約期間がですね、過ぎちゃった場合に関しては法定更新になりますので、従前の家賃をですね、そのまま大家さんに払い続ければ、とりあえずはいいっていうお話にはなってはきます。ただですね、これの対抗措置として大家さんがそれを受け取らないっていうふうに言ってくる場合はあります。まあ、そうなった場合のですね、どういうふうに対処をしたらいいかっていうところまで話していくと長くなっちゃうんで、それに関してはまた別の機会にお話しますけども、今日何が言いたいかというと、この法定更新になってしまうとですね、賃貸人としては最悪なんです。大家さんからすると最悪な結末でございます。逆に言うとですね、この法定更新っていうですね、チート技があるおかげで、賃借人はですね、ある程度値上げ交渉されたとしてもですね、強気に拒否に出ることができるという部分もあります。なのでですね、何が言いたいかというと、もしですね、家賃値上げ交渉をしたいのであれば、できるだけ早めにですね、話をまず持っていった方がいいです。もう更新ギリギリになってですね、家賃上げたいとか言い出すとですね、絶対に間に合いませんので、できるだけ早く言った方がいいです。私の顧問先なんかだとですね、2ヶ月以上前に言ってます。まあ、そこで、うん、わかりましたって言ってくれればいいですけども、そこから結構揉めるケースが多いんで、そうすると、まあ、ある程度時間をかけてですね、交渉していくっていう場合はあったりします。これどうしてもですね、落としどころが見つからないと法定更新になってしまう可能性があるので、そこに関してはですね、大家さんとちゃんと話し合う必要があるということでございます。これですね、結構知識がある賃借人の方だとですね、こう交渉しているときに法定更新の話をちらつかせてくる人っているんですよ。
これ非常に厄介でございます。これですね、法定更新になっちゃうと更新料なんかも取れなくなっちゃうので、そういったことをですね、知らない大家さんがほとんどなので、もし法定更新の話を出してきたらですね、大家さんにもちゃんと教えてあげなければいけないんです。本当にですね、このトラブルで一番怖いのは、大家さんがですね、そういうことを全く理解してないっていう点なんですね。なんでこれ、不動産価格が上がるとですね、家賃を上げられるもんだっていうふうに思ってらっしゃる大家さんが非常に多いので、賃借人が合意なんかしなくたって相場が上がってるんだから正当な理由だから上げられるんだろうっていうふうに言う人いるんですけども、上げられませんということなんですね。それは裁判まで行って価値は上げられるかもしれませんけども、一般的にですね、まず一回賃借人の方は拒否してですね、合意してくれないんであればかなり厳しいというふうに思った方がいいです。まあこういう話するとですね、絶対大家さん怒る人いるんですけども、現実的にはそうなんです。それが嫌だったらですね、あと裁判で争うしかないという話になってきます。確かにですね、裁判まで行けば上げられる可能性はあったりするんですけども、そこまでにかかるですね、費用とか時間を考えると、ある程度のところで妥協した方がいいケースの方が多いです。で、私もですね、実務で更新時の家賃の値上げ交渉っていうのはですね、もう何回もやったことあるんですけども、これですね、結構交渉力問われます。これはですね、どういう担当者がどういう言い方をするかによって結末はすごく変わります。なので、これはですね、ある程度腕のいい営業マンにですね、お願いしておかないと、単にですね、賃借人に通知出して、それではい、OK ですというふうになるケースは非常に少ないです。特にですね、拒否してきた時なんかは、対応するですね、営業マンのこう交渉力次第ですごくですね、結末が変わってきますので、ここに関してですね、本当に慎重に対応する必要があると思います。これはですね、交渉が上手な担当者でないと、そう簡単にですね、家賃の値上げっていうのは成立しません。これが現実でございます。今ですね、不動産価格が上昇しているので、家賃上がって当然だっていうふうに思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけども、ちょっとですね、視点を変えてみてください。今ですね、給料上がってないんですよ。給料上がってない状態で、不動産価格が上がってる方だと言ってですね、家賃をどんどん値上げできるかっていうと、正直厳しいですよ。そこに関してはですね、もう空室物件も多いんで、よっぽど人気がある物件であればですね、強気に出てってもいいかもしれませんけれども、そうじゃないとですね、正直今退去されると家賃下がる物件も結構ありますのでですね、その辺に関しては、退去したら実際どうなるのかっていうところも含めて慎重に考える必要が私はあるんじゃないかなというふうに思っております。ということで、また明日。